はい、こんにちは。美容整体サロン天院無縫の谷内です。本日はですね、肩こり体操、初級のですね、初心者向けの体操その2ということで、前回ブルブル体操でしたけれども、今回はですね、肩をすくめる運動を紹介したいと思います。はい、では早速やってみます。このようにですね、肩をぐーっと上に上げといて、ストンと下ろすというものです。はい。これ何に効いてるんかっていうとですね、この首から肩にかけてついている僧帽筋という筋肉があります。これがいわゆる肩こりの筋肉です。その筋肉をぐっと力は入れます。思いっきりぐーっと思いっきり力入れてください。で、思いっきり力入れといて、ストーンと落とします。まあ、落とすというか、力を抜くことによって勝手に肩甲骨が下がるっていう状態ですね。もう一回いきます。ぐーっと上げて、そう。で、この時に力が完全に抜けてるっていうのがポイントです。完全に力を抜いてください。これによってですね、僧帽筋、筋肉がほぐれてですね、血液循環が良くなります。それによって肩こりの症状ですね、今痛みやだるさっていうのが和らいできます。はい、この時にですね、注意点なんですけど、下ろしてくださいというとですね、こうやって力を入れて下ろしちゃう方がおられるんですけれども、これは×です。ぐーっと上げる時は力入れといて、下ろす時はダラーンと下ろす、ダラーンとかストーンとですね、力を抜くことによって勝手に肩甲骨が下がる、肩が下がるっていうのが理想です。下方向に動かすんではなくて、力を抜いて落とすということですね。で、この時にしっかり力が抜けてるかどうか確認してください。力んだままでやってると余計肩こります。はい、力入れといて落とす。はい、これをまずやってみてください。はい、本日はですね、肩こりに効く体操、初級編ということで、その2でした。はい、肩をすくめてストンと下ろす。はい、やってみてください。はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。